野菜と丸鶏をじっくりじっくりクレオバさんのクリームシチュー。玉ねぎステーキ、完璧なシチューの秘訣は何？待つ時のときめきステーキ、ご飯にかけて食べよう、混ぜないでお上品に食べよう、いただきます、ちょっと待ってよ、これじゃ食べれね、これはフォーク。毎日がシチューでもいい、魚肉ソーセージ超エモいい、隣お味噌汁作る匂い、やっぱり明日は食がいい。オレンジのお星様、人参だろ騙されねえ、奴らの思惑は分かってる、俺は誰にも騙されねえ。普通かたちゃったパリパリ飯、シチューに混ぜちゃえばみんな同じ、僕たちは本当の友達、そうだよねクリストファー・ロビン。パンがなければケーキを食べればいいじゃない、でもケーキはシチューに合わない、無理、そうだよねクリストファー・ロビン。今日の晩ご飯はシチュー、今日の晩ご飯はシチュー、今日